小田急キハ5000系機動車は、1955年から1968年まで小田急電鉄が運用していた機動車である。小田急小田原線と日本国有鉄道御殿場線との直通運転用として導入された機動車である。1968年に御殿場線が電化されるまで使用され、その後全車両が関東鉄道に譲渡された。本では、 小田急小田原線を小田急線、初代3000型は SE 車鉄道省、日本国有鉄道など国が直接関与していた鉄道事業をまとめて国鉄と表記する。また一部使用変更された小田急キハ5100系機動車、関東鉄道に譲渡された後の関東鉄道キハ751系機動車、 関東鉄道基派753型機動車についても記述する。小田急線と御殿場線を結ぶという発想は、第二次世界大戦中に東海道本線が爆撃を受けた際に、迂回路線として活用するという構想に遡り、この時には松田新松田間の連絡線の一部で、用地確保と工事着手がなされたが、間もなく、抽選となったために実現はしなかった。 しかし、終戦後の1946年に東京急行電鉄が策定した鉄軌道復興三カ年計画の中にも小田急線と御殿場線を直通させて新宿駅と沼津駅を結ぶ計画が含まれており、1948年に東京急行電鉄から分離独立した小田急の車内で検討が続けられていた。 1947年には、ス津鉄道が小田原から小秋谷までの路線バスの運行免許申請を行い、これに箱根登山鉄道が反対の立場を取るなど、バス路線の免許について争いが生じていたことから、小田急では箱根への観光ルートとして、御殿場からのルートにも注目していた。この時期、国鉄では地方線区の軌道車化を進めるために、 総括制御方式の機動車の研究と開発を進めており、1952年には液体変速機による総括制御方式を採用したキハ44500系機動車が導入された。1953年5月には、このキハ44500型にて、古典場線で、勾配線での試験を行ったが、上り25パーミルの勾配での均衡速度は、 D52 形状機器車舎牽引の旅客列車よりも低い時速 25km 程度であった。その後、1954年には勾配線区用にエンジンを2機搭載した、キハ44600型を導入し、上り25パーミルの勾配での均衡速度は時速 45km に向上したものの、全長が 22m と長大であったため、分岐器の通過に、 保安上の問題があった。同じ頃、前述の通り御殿場からの観光ルートに注目していた小田急では、1952年に国鉄に対し御殿場線への直通運転の申請を行った。国鉄と調整を進めると同時に、20メートル級の全長でエンジンを2機搭載した御殿場線直通用の機動車を、等級車両製造とともに開発を進めていた。 こうした経緯で導入されたのが、小田急では、初の機動車となる、キハ5000系である。本説では、登場当時の仕様を記述する。本形式の設計用紙は、国鉄のキハ45000系及びキハ44600型に準ずるものであるが、五典馬線の25%パーミル区間での運転に備えた、手機の出力増強、ブレーキ装置の改良、 主機の一機もしくは二機の選択運転可能かなどの特色を持たせたものとなっている。なお、本説ではキハ5000系導入当時の使用ベースに、ベッドキハ5100型での変更点を記述する。車体長2万ミリメートル、全長2万560ミ、mm、リメートルの全金属製車体で、車体幅は、 当時の地方鉄道法による車両限界の 2744mm に収めつつタブレット防護網を設置する関係で 2620mm と狭くなった。車体構造は2100型と同様の軽量構造であり、大枠横張りには軽量穴が設けられているが通常の機動車と異なり、外半が 2.3mm。 屋根は1、6mm と電車と同じターであった。塗装デザインは、腰部と上部が青色、窓周りが黄色という当時の特急色であったが、1 7 0 0 2 3 0零系の側面に設置されていた、小田急ロマンスカーのシンボルである、山百合のアルミ製エンブレム紋章は設置されず、代わりにシャモンが設置されていた。正面は、貫通型枚窓で、貫通路脇には、 クロムメッキの手すりを設けている。2100系同様の貫通扉付きのスタイルであるが、2100型よりも正面が丸みを帯びており、正面窓が幅 800mm と大きいなどの特徴がある。客用扉は乗務員室の助手席後方に幅 850mm で手動の片引き扉が各1箇所設置された。室内側の扉下部には高さ 220mm の ステップがあり、五殿場駅と新宿駅の2種のホーム高さに対応する、要、新宿駅で使用し、五殿場駅では折りたたまれる補助踏み段が設けられていた。なお、床面高さは 1200mm で、電車より30から 40mm 程度高かった。また、乗務員室扉左右の手すりは、通常の縦方向の手すりではなく、 2200系二次車や2300型と同様のステップ状のものであった。側面窓は、軽合金製窓枠の2段上昇窓で、高さ 850mm 幅 1000mm、窓柱の幅は 320mm であった。なお、国鉄乗り入れに関係する装備は、以下の通り。内装は、壁面が、クリーム色の 2.5mm でこらえた、天井が、 白色の 1.2mm 後半、くしげたは 5mm 防火後半、床は 1.6mm の後半に 3mm の暗緑色の床材で構成され、座席はエンジン色のビニロン製モケットの座布団とせずりに、ビニール製の白色枕カバーが付き、カーテンはクリーム色、荷棚などの金物は真鍮に、クロムメッキのものであった。座席は扉間に片側12組、 合計24組の固定式、クロスシートを配置したほか、御殿場側の乗務員室直後の運転席側は前向き座席を設置し、一方で車両中央部の排気管が通る場所にはボックスの片側の座席を設けておらず、定員は座席94名であった。シートピッチは定員を確保するために 1320mm に設定されたが、 優等列車用のボックスシートとしては狭く、開業時の101.121型で 1394mm、201型で 1400mm、国鉄の規ハ45000系機動車で1430から 1450mm、規ハ44800系準急型機動車で 1470mm であった。94名という定員となった経緯は、 御殿馬線直通列車は、機動車炭鉱による運行を基本とすることが、固まりつつあった時期、営業部門から、車両部門に対して、機動車の定員について紹介した際に、車両部門は、国鉄客車の標準的な定員が88名で、あったことから、両端のデッキを運転室とみなして、扉と便所の分を差し引くと説明したものの、営業部門が誤って100名から、 扉と便所の分を差し引いた定員94名で収支計算を行い、これが役員会でも承認されてしまったとためである。室内灯は40ワットの白熱灯を15個20ワットの白熱灯を11個使用した。暖房装置は主機の排気暖房と軽油燃焼式温風暖房を併用しており、前者は室内左右の側壁面下部に暖房管が通されており、 後者は室内中央の排気管部横に計2台が設置されていた。便所は新宿より乗務員室の運転席側後方に設置し、その上部天井裏には水タンクが設置されていた。台車を除いて国鉄と仕様を合わせた機器が多く採用されている。手機は新構造機製の DMH17 バイト1ディーゼルエンジンを採用した。DMB17 バイト1は 水冷4サイクル、直列8気筒、排気量16.98リットルで、国鉄 DMH17 バイトからの変更点は以下の通り、動力伝達方式は液体式であり、液体変速機は国鉄機動車と同じ新構造機製の TC-2 を採用した。制度装置は国鉄機動車の DA-1 弦空間式、自動空気ブレーキに中継弁を追加して、 改良を施した日本エアーブレーキ製のダー自動空気ブレーキとしてブレーキの遅れの解消と空気消費量の減少を図った。空気圧縮機はレシプロ式三気筒容量630リットルミニッツの C-600 を搭載し機関からベルト駆動する。電気回路は基本的には機波50型と同一であるが2機の機関を別個に主動停止ができるようにしたほか、 表示等回路も、機関ごとに設置、電源回路を2機の発電機ごとに2ブロックに分離、キロ回路をキロスイッチ経由でバッテリーに戻す回路に変更するなどの改良がなされた。台車は国鉄機動車の標準であった DT19 系 TR49 型ではなく、東急車両製造性の 9mm 厚のプレス鋼板を溶接で組み立てたウィングバネ式。 オイルダンパ装備の一軸駆動台車である TS-104 型を採用した。車輪径は 860mm、固定軸距二は 2000mm である、下り勾配での制動力確保のため、基礎制動装置はクラスプ式とした。その他、オイルダンパは DV-1C、軸はネブのウィングボックスは中高性で、車輪は中高性スポークリンシンであった。 キハ5100型におけるキハ5000型からの変更点は以下の通り。さらにキハ5 1 0 0系5 1 0 2における変更点は以下の通り。1955年9月5日に車両が入線、運行開始の3週間ほど前から試運転が開始された。試運転では平坦な区間で時速1 0 1トル2 5パーミル勾配の区間でも 時速、50. 5 0 5トルの速度を記録している。9月27日には、報道向け公開も行われた。これに先立ち、同年8月からは、機動車乗務員の要請のため、国鉄の乗務員に要請書で運転士5名、車両関係者8名を含む16名の実習が行われた。同年10月1日のダイヤ改正から1日に、往復で運行を開始した。 小田急線内での列車種別は特別準急、国鉄線内での列車種別は準急で、正面貫通扉に列車名が記載された丸型のヘッドマークをつけていた。また、途中停車駅は松田のみで、国鉄線内を含む全工程を小田急の運転士と車掌が担当していた。列車は合車指定の座席定員制で、座席の指定は行われなかったほか、いわゆる走る、 喫茶室の営業はなかったものの、小田急サービスビューローの販売員1から2名により、車内販売が行われた。蒸気機関車の牽引する、客車列車ばかりだった御殿場線内で、黄色と濃性色に塗られた、キハ5線型は、沿線各地からは歓迎されたという。一方、狭いシートピッチには、苦情が続出し、また、乗務員室が狭く、進行方向左側に、 ホームがある場合のタブレット交換では、運転士が起立した状態での運転を余儀なくされた。1955年10月1日の改正での運用は以下の通りで、所要時分は約105分であった。運行開始後の御殿場線直通列車は、通常は単行運転が基本であったが、土休日には2両編成で運行することもあり、定期検査などがあると予備車もなく、 増結もできない状態になるため、車両増備が行われることになり、増備車は苦情の多かったシートピッチを拡大した新形式キハ5100型となった。キハ5 1 0 0千5 1 0 1は1956年6月10日より運用開始し、同年7月より多客時の3両編成での運行が開始された。百五十七年当時の運用は以下の通り、 1959年7月から特別準急を2、往復から4を往復に増発することになり、同年6月にキハ5102を増備して、7月2日から1日、4を往復での運行となった。また、1964年までは、共同駅から新宿駅までの入出庫時には2運用で個別に、回送列車が設定されていたが、朝ラッシュ時の運行本数増に伴い、 同年11月5日のダイヤ改正からは、早朝に2列車分の機動車を連結して出庫し、新宿駅で分割した上で、あさぎりに使用される車両を荷物ホームに留置して、発車前の入線まで待機することとしていた。1964年11月5日、改正時点での運用は以下の通り、下記には特別順急は満席の日が続いたため、 時には冷却水の沸騰に至ることもあり、だましだまし、御殿場までたどり着いたこともあった。また、旅客需要に合わせて、午前中の御殿場駅特別順給を2から3両編成と、し、御殿場駅で1の2両を分割して留置し、夕方の新宿駅で連結する運用もたびたび行われたが、当期には冷却水が凍結してしまい、エンジンの始動に苦労したという。 一方、検索の校内運転士は、機動車の運転ができず、入庫の際には、本線の担当運転士が、整備士に直接引き継ぎを行ったため、運転士と整備士の意思疎通は、良好だった。キハ5100系導入後、キハ5000型は2両とも、シートピッチを拡大する改造を行って、座席定員を82名としたが、これにより窓と座席が合わなくなった。 キハ5 1 0 0系5 1 0 2の導入後に、他の3両も同車に仕様を合わせるよう以下の通り改造が実施されている。その後の改造履歴は以下の通り。御殿場線が全線電化された1968年7月1日より、直通列車には SE 車を5両連接車に改造した上で運用することとなったため、キハ5 0 0 0系、キハ5100型は、 同年6月30日で運用を終了した。機動車を停電時の救援用に残す案もあったが、保守や油類の貯蔵を考えるとメリットがないため、4両とも1968年7月1日付で廃車となり、関東鉄道に売却された。キハ751系、キハ753型関東鉄道では、上層線で使用することになり、外釣り式の 型開き扉を増設して3扉化となり、車内の座席はロングシート化され、便所は撤去された。なお、制造装置が変更され、中継弁付きのダー型となったとする文献もあるが、製造当初よりダー型であった。これらの改造は日本車両製造で行われた。走行用エンジンは2機搭載のままであったが、検査の際などに適宜換装が行われ、 1983年時点では d m h 1 7バイト1 1 d m h 1 7バイト x 1 DMH171、d m h 1 7バイト1 d m h 1 7バイト2 d m h 1 7 1 d m h 1 7バイト1 1となっているが入線後に d m h 1 7バイト型に揃えられたという文献もあった。キハ5000型から改造された車両は キハ751系、キハ5100型から改造された車両については、キハ753型として、1968年12月に、竣行、運用が開始された。なお、1969年から1970年に、かけて、小田9600型を改造したキクハ1系制御車、キサハ65系付随車が入線したが、エンジンを2機搭載する。 キハ751系、キハ753型と連結して運用されるなど、小田急在籍当時には見られない編成で使用されることもあった。その後、関東鉄道では輸送力増強のためキハ300系、キハ350型を大量増備し、これに伴い、キハ754が1987年9月30日に廃車となり、廃車後には、 新塗装デザインの検討用モデルとして使用され、4種類の塗装が施された。さらに、1988年3月31日には、キハ751キハ753が、1988年9月30日に、キハ752が廃車となり、形式消滅となった。当初は小田急には、来年車の運転資格を有する社員がいなかったため、 日本国有鉄道千葉鉄道職員養成所で、乗務員5名、助役3名と、県社係8名に教育を受けさせた。その後は、社内で最初の8名により、さらに運転士5名の養成が2度行われた。さらに、動力者操縦者運転免許に関する省令、発行後の1962年には、共同の教習所で、公衆内年者の5名の養成が行われて、 機動車の運転士は20名となった。なお、同様に機動車の機ハ二千0 0 0系を持っていた。東武鉄道の運転士3名も同時に要請が行われた。また、運行開始当初五天場線には機動車運転士がいなかったため、小田急の運転士が全区間乗務していた。この体制は3000型への機械後も続き、1991年3月16日の2万。 型と JR 東海371系による相互直通運転になった際、松田駅を境にそれぞれ自社区間の乗務員が担当するようになるまで続いた。小田急キハ5100系機動車に関するカテゴリー、関東鉄道キハ751系機動車に関するカテゴリー、関東鉄道キハ753型機動車に関するカテゴリー、ありがとうございます。